満州国軍の軍艦機構防艦隊とは、満州国の河川を警備する満州国軍の艦隊。後に改編された工場軍についても解説する。満州国建国以前の法天軍閥の海軍兵力は東北艦隊と称し、陳広志列上将のもと合計21隻の艦艇を保有していた。ところが、満州事変勃発後、陳上将とともに、 東北艦隊主力は南京国民政府のもとに逃走。渤海や航海の領海警備を担う組織は事実上解無となった。満州事変勃発後の1932年2月15日、工房艦隊は満州に取り残された東北艦隊の将兵と河川警備用の残存艦艇を取り込み発足した。司令官は東北艦隊のナンバー2であった。 因素艦中将が就任した。満州国建国後の4月15日、陸海軍条例の交付により、満州国軍の海軍として正式に編入された。軍事顧問は日本海軍から派遣され、攻防艦隊の指導に当たった。下記は艦艇による警備活動を行い、河川が凍結する陶器は陸上で訓練を行ったり、陸戦隊として活動していた。 1938年11月、軍事顧問は日本陸軍から派遣されることになったため、陸軍に編入外となり、工場軍と名を改めた。工房艦隊及び工場軍は長らく海上兵力を持たなかったが、太平洋戦争末期になり、海上警察隊とは別個に一般の商船を改造した武装船舶で領海警備を行うことになった。 これを海上警備隊と呼んだ、工房艦隊の水平工房艦隊の砲艦。ありがとうございます。